ギラ吉のズバン連絡戦かチャンスズバンラディオ。こんにちは。1月18日木曜日午後1時を回りました。ここからはリラクシンキッチンがここ FM 那覇スタジオから生放送でお届けする音楽番組、その名もリラクチのズバンレディオ。リラ吉ことリラクシンキッチンのボーカルピョートル修子です。何修子リラクチのギタリストタケセグンドでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はですね1月18日ということで、はい、新年2回目のね、うん、放送なんですけどね、うん、2018年のね1月18日、うん、別に何もないですね。ちょっと筋が似てるだけですね。今日はね熊野プーさんの作者のお誕生日だって、はい、熊野プーさんの作者へーっていう感じですね。へーぐらい名前はいいよ。もうピョートルさんなんでしょ。ちょピョートルさんは違う人。あ違う人、うん、ピョートルさんはチャイコフスキー、はい、最近ピョートルって言ってるんですよ、この人家でね。さあ、うん、よくわかんないですけどね、娘に向かって、はい、ちょっとそこのピョートルとかって呼びかけてますけどね、はい、ちょっとね今日はねゲストも来てくださってるので、はい、巻き巻きっていきたいと思いますけれども、はい、早速ね番組の説明していきましょうね、はいはい、沖縄で最もお酒が飲みたくなる音楽を奏でる夫婦ユニット、私たちリラ吉ことリラクシンキッチンの2人が、はい、なぜかお昼過ぎの時間帯にお届けする音楽番組。毎週テーマに沿ったメッセージリクエストにお答えしながら、ジャンルにとらわれない自由なスタイルで楽しく音楽を紹介していく番組です、うん、本日のテーマは冬の厳しい寒さに合う音楽、うん、この時期だけの特別なあなたにとっての一曲を教えてください。今日はクリスマスソングじゃないよ、うん、あの冬の厳しい寒さね寒さに合う音楽について掘り下げていきたいと思います、はい、今日はゲストがいらしてますので、前半はゲストさんの紹介と告知、その後テーマトーク、番組後半にはリラ吉のターケーセグンドが音楽のうんちくを語るという暑苦しいコーナー、セグンドチョイス、1時50分くらいからいろいろ告知コーナーという流れで午後2時前までお付き合いいただきます、うん、はい、もちろんできる限りたくさんのリクエストにもお答えしていきますので、番組の方へどしどしリクエストメッセージを送ってくださいね。はい、メッセージリクエストはね、はい、FM 那覇のホームページですね、うん、メッセージリクエストはこちらというところがあるので、はい、そちらから送ってもらいたいんですけども、うん、今ね生でツイキャスユーストリームでね見てる方はそちらのコメントでも拾うようにしますので、ぜひよろしくお願いいたします。拾うよ、レシーブで返すよ、はい、じゃあ早速ねテーマに基づいてね一曲なんかかけたいなと思うんですけども、うんうんうん、とりあえず、うん、僕がね、はい、今日なんか先週さすごい寒かったからさ、うん、このテーマにしたんだけど、うん、今日はそんなに寒くないね汗ばんでるよと思いつつ、ね、この時期ね、うん、僕コールドプレイがやっぱ聞きたくなるんですよ。なんでコールドだからなのかもしれないけど、でも冬に合うくない合うくないって変だけど、コールドプレイ、はい、うん、でそれを1曲じゃあちょっとかけてその気分になりたいと思います。コールドプレイで、はい、スピードオブサウンド。はい、ただいまオンエアの方はコールドプレイスピードオブサウンドをかけております、今日はねテーマがね冬の厳しい寒さに合う音楽ということで、うん、お届けしていきますので、うん、ツイキャスでね今ね、聞いてる方、うん、ぜひコメント入れてもらえたらと思います。どうぞよろきちお願いいたします。今日いただいてるリクエスト曲は全部 OK ですか。あ、はい、用意できてますので、イエーイ、はい、ていうかさ、コールドプレイって私あんまり聞いたことないんだよね、あんまりね。今日も光っております、ホワイトボードが。コールドプレイいいよ。うん、あ、U2 が好きだったらコールドプレイも結構好きかも。コールドプレイはさ、あれに出てた、あのアリアナグランデのテロの。あ、出てた。あ、じゃあそれで見てるな、かっこいいなと思った。あれは誰だった、ビヨンセとブルノマースと。あれのメインもコールドプレイ。あ、そうか、うん、あ、レッチリだっけ、あ、違うよね、コールドプレイ、コールドプレイか、うん、じゃあ戻ります。はい、うん、お届
けしておりますのはターケーセグンドチョイスでコールドプレイでスピードオブサウンド。はい、冬の厳しい感じに合わない、なんか冬っぽい冬っぽいピーンとした感じの寒さ。そうだね、沖縄はねあんまりないんですけどそういう寒さ。でもなんかそういう寒さになんか合うような曲、イギリスが寒いみたいな、イギリスの寒いみたいな、ね、なんかアイルランドとかね、うん、あっち系は結構合うのかもしれないな。そうですね、うん、なのでそんな気が、そっち系が多いかも今日は。なるほどね、はい、はい、うん、ということで、はい、ね、うん、今日はねゲストも来てくださってるので、はい、この後、うん、早速ね、はい、1回 CM 挟んでね、うん、ゲストの紹介などなど、はい、していきたいと思いますのでね、はいはい、この後も、約1時間どうぞお付き合いください。はい、はい、リラキシのピョートル、ピョートルじゃねスバンレディオ、イエイ、ピョートル。ドライバーさん、修理まで急いでお願いね、エステに遅れそうで。うわ、パンダ？ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。パンダの運転手さん、はあ、ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。へえ、パンダなのに偉いのね。ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。ではここで早速本日のゲストを紹介したいと思います。ハピネスジュジュ代表の山本美奈さんです。イエーイ、こんにちは。よろしくお願いします。ようこそ、ようこそ、ようこそお越しくださいました。緊張してる、ラジオとか、違うじゃん、ラジオとかあんまり出ないですか。いや、初ですかね。初ですか。ラジオは初めてです。なるほどね、そうなんだね、うん、はい、ちょっと光栄ですね、初めてのラジオ、初のラジオということなんですけれども、そうそう、早速、簡単でいいのでまずは自己紹介をお願いいたします。はい、ハッピネスジュジュ、おもろ町にあるバーなんですけども、はい、こちらで代表してます山本美奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。美奈さんね、はい、はい、ハッピネスジュジュってね、うんうん、バーなんですよね。そうですね、おもろ町に ねあって、僕らも行ったことあるお店なんですけど、ある、ある、すごい内装素敵だよね。すっきりしてて、うん、ありがとうございます。味作ってなんかバーといってもね、カウンターだけじゃなくてね、そうそう、結構テーブル席も結構、うん、はい、結構広い、うん、何人ぐらい入るんですかね、はい、お店。そうですか、25から30は入りそう、入りそう、はい、と思います、うん、もっと入ると思うな、うん、ね、うん、それぐらいだと思う。お店のことについてね、簡単に初めてね、今ラジオ聞いてる方ね、はい、初めての方もいると思うので、うん、どういうお店か簡単に、うん、紹介してもらってもいいですか。そうですね、バーって言っても、はい、まあこうシェイカー振ったりするような、うん、ちょっとね硬い感じの、うんうん、そういうバーではなくて、ちょっとシックな感じではなく、もう少しカジュアル。そうですね、やっぱこう大体二次会とかで使ってもらう方が多かったりとか、うん、あとはふらりと一人で来ても飲めるような、あ、全然飲めますね、一人の方もやっぱ多いし、多いよね、うん、そうですね。カラオケなんかもあったりするんですか。カラオケあります、うんうん、はい、カラオケあるの で、ね、うん、まあ、一番やっぱ二次会が結構多いのかなって感じはありますね、うん、カラオケバーみたいな感じで考えるといいのかな、ね、うん、場所がどこですか。おもろ町の4丁目くだびるっていうところにありますね、うん、そっかそっか、うん、はい、じゃあぜひね、結婚式とか二次会、そうですね、二次会結構打ち上げとか多いですね。あー、そうかそうか、舞台の打ち上げとか、あ、なるほど、そうそう、そういうの結構
使ってもらったりしても、やりやすそう、はい、あとはあれね、今だったら新年会、2次会、そうですね、新年会、はい、そんなね、うん、ハピネスジュジュというね、うん、お店をね、はい、やってらっしゃるね、ミーナさんに来ていただいたんですけど、うん、なぜこのズバンレディオに来ていただいたかというとですね、はい、今度、そのハピネスジュジュ主催で、うん、イベントを今回初めてやるんですよね。そうですね、はい、初めてです。でそのイベントのね、あの告知も兼ねてですね、今回は来ていただいてるんですけど、はい、このイベントについてね、はい、簡単に説明していただければと思うんですけど、はい、大丈夫ですか、お願いしても。はい、イベントの説明、うん、はい、あの、大変だったらシュウコもフォローしてあげてくださいね。そう、これね、今年の2月2日に行われるんですよね、はい、なんと場所がライブハウストップノートさんでやるという、そうです、ね、はい、僕らもね、はい、いつもね、出演させていただきますけれども、はい、これは今回は音楽イベントって考えてもいいんですか。でも三河健一郎さんも出演してくださるんですね。そうなんですよ、すごいいろんな面々が出る。後でね、あの詳しく出演者の方は説明させていただこうと思いますけど、はいはい、これはどうしてやろうと思ったの。これですか、うんうん、実はですね、うん、お店で、うん、私を企画したこうイベントを何回かやったことあるんですね、うんうんうん、ハピネスジュジュさんで、はい、でも本当に小さなイベントなんですけど、はい、まあ、お客さんにお店を知ってもらおうってことで、それでこうイベントとかをやってたんですけど、はい、やっぱお店の中だとちょっと満足いかないところが出てきてしまいまして、だんだんと欲がねそう出てきちゃったんですよ。なるほどなるほど。でまあもともとちょっと昔ね、うん、音楽携わってたこともあり、うん、あーそうなんですね。まあ大きい声では言えないんですけど、いやいや、まあ、ラジオで言うんですけど、言いましょう言いましょう、大きい声でどんどん言ってきましょう。少しアクターズも通ってたんです。実はなるほどですね、はい、なんかでもそういう感じはする、香りがする。本当ですか、うん、アクターズの香りする。そうですか、うんうん、そうそう、それでアクターズカジャー、そうそう、カジャカジャよね、カジャ、そうそう、それでやっぱこう、うんうん、音楽イベントやると楽しいのかなって、まずは、うんうん、まあ好奇心ですね。あ、なるほどですね、うん、すごいいいきっかけだと思います。やっぱり何事も好奇心が大事ですよね、うんうん、じゃあお店でちょっとしたイベントをやっていくうちに、うん、もうちょっと大きいイベントやりたいなってなって、そ, な、はい、それがこんだけになっちゃいました。なるほど。で お店のことを知ってもらうのにもいいし、ね、っていうことで、はい、このハッピーネスボリューム1ということでね、はい、今度2月2日にね、うん、イベントがあるんですけど、そうそう、基本的にはね、あの、うん、いろんなアーティストによるライブステージがありつつっていう感じで、うん、そうですね、そうです ね, そうですね、一応5組はこのフライヤーの方に載ってますけれども、はい、エンドモアてんてんてんはてなってなってるのでね、まだまだどんななるか分かんない。そうですね、まだ分かんないですね、はい、リラキチも出るんですけれどもね、はい、はい、ね、ここでちょっとね1曲かけたいんですけど、はい、今回この、ハピネスボリューム1にも出演の予定の、うん、はい、今すごいね人気で勢いのあるバンドで、うん、PFAM っていうね大好き大好きバンドがいるんですけど、面白いですね、はい、うん、この PFAM のね曲をね、うん、1曲ちょっとかけて、はい、その後ね、うん、あのこのイベントの細かいあの見どころとかね、はい、内容についてね、はい、もう少し、聞いていきたいなと思います。じゃあ1曲聴いてください、はい、PFAM トワイライト。ただいまオンエアの方は PFAM のトワイライトという曲をね、かけております。こちらね、去年ね、PFAM、夏だったかな、うん、アルバム出したんだよね、うん、ファーストアルバム出して、はいはい、ね、その中の収録曲ですね、うん、はい、で2曲ほど、このトワイライトという曲とあともう1曲、はい、緑っていう曲が、はい、PV ができてて、うん、ミュージックビデオ俺たちも2曲だけ出してるから同じような感じでね、はい、そのミュージックビデオは YouTube でも見ることができるのでね、はい、うん、ぜひあの皆さんチェックしてみてもらえればと思うんですけども、うんうん、すごいね、人気でね、音市場でワンマンライブやったりとかね、うん、そうだよね、パフォーマンス見せるもんね、うん、そうだね、すごい元気で、うん、あの勢いのいいパフォーマンスで、うん、今楽しいし感動するステージだよ ね、 そうだね、沖縄のミュージックシーンちょっとね、うん、あの昔に比べてね、あのバンドがちょっと元気がないなと思ってたんですけど、そこにこう PFAM が、ね、出てきてくれたっていう感じで、これからのね沖縄のなんていうかな音楽シーン、うん、引っ張っていってくれる存在になりそうな、そういうね、うん、
なるほど、元気のいいバンドでございますよ。じゃあ私たちも後についていきましょう頑張ってください。 あとついていくんかい。ついていく人の耕した道を後から行くはい、で今日はですねこの PFAM も出演する予定の、はい、ハピネスボリューム1というイベントの、告知も兼ねて、ハピネスジュジュ代表の山本美奈さんに来ていただいてるのでね、はい、この曲ちょっと聴いていただいた後に、はい、詳しくイベントの内容を伺っていきたいと思います、はい、じゃあ戻ろうかな、うん、では戻ります。はい、お届けしておりますのはPFAMでトワイライト、うん、という曲ですね。三振も入ってていい曲だね、うん、そうだね、結構PFAMね元気のいいねノリノリの曲が多いけど、この曲はちょっと沖縄を感じさせる ね、 そうですね、読みたんなんだよね、そうですね、読みたん出身の、でなんかミュージックビデオもねそういうイメージでね作ってて、そうそう、うん、俺たちもばあちゃんの空は読谷で撮ったから、あ、そうなんですね、なんか、うん、そうなの、全然違うけど、うん、やっぱちょっと沖縄で活動してるということもあり少し被ってるなと思って、うん、ファーストアルバムも同じ年に出したしみたいな、そうだね、で、まあ、一応ね、うん、メンバーの中にはね何人か知ってる人もいるので、ね、このフィーバムさんね、うん、ライブご一緒させていただくと、うん、バックステージが楽しいんですよ。あ、そうだね、なんかねギターで、そうずっとバカみたいなことやってる、ね、なんかアドリブでなんか曲作ったりとかして、ね、したりとかして面白いです、ね、一緒に住んでるのかな、なんか確かなんかもうメンバー一緒に住んだ方がなんか練習もいつでもできるし、うん、いいやとかつって一緒に住んでるみたいだったけど、セカオワみたいですね、うん、そう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 、本当にそんな感じ、そんな感じのね、うん、じゃあそこもうちと被ってんじゃん。まあ、それはうちは家族だからさ、完全に夫婦ですからね、はい、そんなねPFAMも出演する、はい、ハピネスボリューム1なんですけれどもね、はい、はい、主催のね、はい、ハピネスジュジュの、山本美奈さんに来ていただいてるんですけれども、はい、今回のね、イベントの、まあ、見どころというかね、うん、何かアピールポイントあればですね、うん、ぜひ美奈さんの方からお願いしたいんですけど、うん、そうですね、アピールポイント、うん、まあやっぱりちょっと待って、はい、お願いします、すいません、アピールポイントはそうですね、やっぱりいろんなジャンルがやっぱのアーティストがいるので、はいはい、そうだよね、そうですね、みんなもうバラバラだと思います、はい、出演者をねちょっと紹介すると、うん、三河健一郎さん、それから PFAM ですね、はい、ヒューマンビートボックスの TK、はい、それからイエローソウルというね2人組の、はい、ソウルボーカルグループ、はい、それと、リラキチの5組が今出演決定しているということなんですけど、はい、どうぞどうぞ、なんでその投げ方いやだって紹介しなかったからね、ハピネスボリューム1のフライヤーにも書かれてるんですけども、はい、バラエティに富んだアーティストによるチャンプルーライブっていうことで、はい、これ今回は音楽イベントを皆さんが主催されるっていうことで、はい、しかも、ハピネスジュジュさんじゃない場所でね、そうですね、トップノートさんでやりますね、はい、うん、トップノートでやって、うん、そう、はい、二次会はお店でやるんですね、そうですね、打ち上げは、そうだよね、そうです、楽しみにしてますよ、うん、そうです、アーティストさんと、まあ、お客様とか、うん、お友達もみんな呼んでできるといいなと、いい、ね、交流が持てればいいなと思ってます、はいはい、すごいよね、そっちでね、しっかり交流もできるっていう感じ で、はい、でね、来てるお客さんも一緒に二次会も行ってもいいんですよね、はい、いいですね、うん、全然 OK です、うん、ということでね、リラキチもチケット持ってますのでね、いらっしゃりたい方はぜひお声掛けくださいね、お願いします、はい、これ協賛もすごいですね、14社もスポンサーついてくださって、そうですね、実はこれにはもう乗ってないんですけど、うん、まだまだ、うん、まだまだ実はいるんですよ、はい、すごいね、あと4社ぐらい、あ、はい、どんどん増えてるんだね、協賛がね、そうですね、すごい、やっぱり初めてなので皆さんに協力してもらって、うん、ああ、はい、素晴らしい、そうですね、うん、じゃあ今回は2018年の2月2日金曜日にトップノートで行うということですけれどもね、はい、ボリューム1ボリューム2とねどんどん続いていくと楽しいですね、はい、そうですね、でもどうですかね、やっぱ、まあ、成功してもらって、そうだよね、まずはね、そうですね、そっからまた
考えようかなと。そうだね。そんな感じ。だって初めてだもんね、やっぱり。そうですね。まず一回ね。流れが分からないですよね、また。でもね、これだけ協賛もついてね、やってね、まあ、お客さんの方もね、ちゃんと集まってくれればね、また次もやってみたいな形になっていくとは思うんですけどもね。はい。何しろ本当にバラエティに富んだ皆さんがね、出演されますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみに、遊びにいらしてくださいね。はい、概要はね、もう一度ね、番組の最後にもね、紹介しようと思いますけれどもね、2月2日トップノートです、リリア吉もチケット持ってますのでね、僕らの方に声かけてもらっても大丈夫なので、ぜひ、ハッピーネスボリューム1よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、今日はですね、ゲストとしてハッピネスジュジュ代表の山本美奈さんに来ていただいているんですけども、この後ね、今日のテーマ、冬の厳しい寒さに合う音楽ということでね、トークしていきたいと思うので、引き続き、美奈さんには残っていただいて、番組の最後までお付き合いいただきたいと思います。では一旦ジングル挟みたいと思います。You are listening to 78.0 FM Naha. Stay tuned. リラキチのズバン。レディオ。はい、FM Naha から生放送でお届けしております。リラキチのズバンレディオですけれども、はい、本日のテーマは冬の厳しい寒さに合う音楽なんですけれども、はい、僕のイメージではね、ちょっとこうシンと冷えるというかピンとしたなんかこう寒さ冬の厳しい寒さ、あんまり沖縄ではないけど、そうだね、そういうなんか寒さに合うような曲をチョイスできたらいいなと思っておりますけれども、はい、なんかリクエストとか来てたら1個紹介します。先に、はい、どんなですかね、久しぶりの小佐野ルーミーさんからメッセージリクエストいただいてるんですけども、ありがとうございます、はい、ご紹介いたします、はい、小佐野ルーミーです。こんにちは。こんにちは。寒がりな私は沖縄の冬も震えています。20代に関東に住んでいた時は何十年ぶりの大雪に遭い、重ね着してモコモコで友達に笑われました。雪道をうまく歩けなくて汗をかくし、電車の中は暖房で暑いし大変でした。でも子供のように雪だるまを作って写真を撮って喜びました。いい思い出です。そこまで雪降らないからね。そうだよね、そこで冬の厳しい寒さに合う音楽は、洋楽ならアナと雪の女王、フローズン、レッツイートゴーかな。ですが邦楽で懐かしい牧原紀之の北風、君に届きますようにが聞きたいです。マッキーの詩の優しい感じが寒い冬も心を温めてくれます、ということでリクエストメッセージ、小佐野ルミさんありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあリクエストはマッキーだね、牧原紀之さんの北風という曲ですね、はい、じゃあそれを早速かけてみたいと思います、はい、曲の紹介お願いします。はい、リクエスト、小佐野ルーミーさんからのリクエストで、牧原紀之さんで北風君に届きますように。はい、ただいまオンエアの方は、小佐野ルーミーさんからのリクエストで、はい、牧原紀之さんの北風、なんだ、君に届きますように。そうなんだ、君に届きますようにってこれついてないな、違うのかな。君が笑うとき君の胸が痛まないようにってこれには書いてあるけど、じゃあそれ書かないでおこう。あ、でもこれはその収録アルバムが、その君が笑うと君の胸が痛まないようにっていうアルバムで、これ北風の副題みたいですよ。曲名は北風しか出てないな。副題はでも北風2曲もないよね、きっとね。なので多分この曲で合ってると思いますけど、ルーミーさん合ってますか。前回ルーミーさんのリクエスト、ちょっとこっちのサーバーの不具合でかけられなかったんですよ。だから本当にでなおかつ今回も間違ってたらどうしようと思ってちょっとドキドキしたんですけど。大丈夫、合ってるよ。北風君に届きますようにで。あ、本当、でっていうかこの曲で合ってる。流すよ。いや、いいよいいよいいよ。っていうね、ことでね、間違ってたらどうしようってちょっとドキッとしただけなんですけどもね。はい。あ。なるほど。
今君がこの雪に気づいてないならなんとかかんとかみたいなでも冬のね、合ってる合ってる合ってるよ、冬のラブソングですね。ありがとうございます。では戻りたいと思います。よかったルミさん、はい、お届けしておりますのはコザのルミさんからのリクエストで、牧原のりゆきさんで北風君に届きますように。はい、ということでね、はい、途中でね、僕がこの曲で本当に合ってるかなってちょっと自信がなくなってですねもうよごめんなさい、割とあの知ってる曲のリクエストばっかりもらうから、知らない曲だとタイトルでこれ本当に合ってるのかなって時々ね、不安になる時があるんですよねということでね、ルミさんありがとうございました。本当に前回かけられなかったので、今回かけられてよかったです。これからもリクエストどうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、今日ゲストにね、ミーナさんに来てもらってるので、ミーナさんのね、なんかこう、冬のね、この、曲冬の厳しい寒さに合う曲と言われて思う曲をね、ぜひ教えてもらいたいんですけど、ですね、はい、K-POP なんですけど、はい、K-POP なんだ、はい、とシャイニーさんの歌なんですよ。シャイニー、シャイニーさんで私男性グループ泣かないで、ね、違う題名忘れちゃいました。マジかよ。ウィンターワンダーランドっていう曲ですね。それです。はい、それです。おい。一応ね聞いてたんですけど、ウィンターワンダーランドっていう曲がいいって言われて、で、僕はてっきりクリスマスソングというかね、クリスマスによくかかるウィンターワンダーランドっていう曲があるんですよ。ね、シュゴちょっと軽く歌って。スラデリン、アユ。あ、聞いたことあります。Walking in the Winter Wonderland っていう曲があって、その曲なのかなと思ったら全然違う曲でしたね。違いますね。歌詞も日本語だし。すごいよね。そうです。でその曲をね、ミネさんからリクエストいただいたので、まずはじゃあ早速かけて、で後でね、ちょっとこの曲にまつわるなんか思いなどありましたらお伺いしたいなと思いますので、では、早速ですけど、いきましょう、シャイニーウィンターワンダーランド。はい、ただいまオンエアの方はですね、ゲストで来てくださってる、山本美奈さんのね、リクエストで、ウィンターワンダーランドシャイニー、シャイニーっていうね、韓国の K-POP のグループの、ウィンターワンダーランドという曲をかけております。はい、 K-POP の人はみんな歌うまいよね。でもダンスもうまい、うん、全員上手だよね。ここ何5人組ぐらい、4人、シャイニー、5人か6人ぐらいだと思います。結構いるよね、人数、はい、なんかで変わる変わる歌うけどみんな上手なんだよね。上手なんですよ本当にすごい、上手な人たちが多いよね。結構 K-POP 好きなんですか。私 K-POP 派なんです。実はそうなんだね。そうめちゃめちゃ好きです。そっか、そうもうお店でもずっと K-POP ばっか流します。そうなんですね、はい、じゃあ結構 K-POP ね好きな人いますけどね、ゲストで来てくれた人でもね K-POP 好きな人何人かいましたよね。あそうなんですね、琉球国王とかね、私の王様でしょとかね。うん、シャイニー以外にもおすすめのグループってあります。私はスーパージュニアさんがメインで好きです。スーパー何、スーパージュニア、スーパージュニア、はい、それはどういうグループなんですか。11名のグループなんですよ。すごい大状態だね、はい、でまあマルチで活躍してる、K-POP のアイドルなんですけど。なるほどね。結構まあシャイニーさんとかよりもちょっと年齢上なんですけど、まあ30代前後の大人な感じはするんですけど、やっぱ一応アイドルなんで。あ、そうなんだ。とても素敵です。本当聞いてみます。聞いてみてください。めちゃめちゃいいです。やっぱりさクオリティが高いんだよね。そうですね、韓国のタレントさんアイドルは結構すごいですね。戻ります。すごいですね。お届けしておりますのは今日のゲストミーナさんからのリクエストで、シャイニーでウィンターワンダーランド。はい、素敵な曲、うん、本当冬っぽいよ、そうですね、うん、そうだね、まあ
あの冬のねテーマの曲なんでしょうけれどもね、うん、はい、みんな上手だね、うん、K-POP は歌が上手だねということをさっきね、うん、裏では話してたんですけども、はい、この曲をツイキャスの方にコメントくれてるよ、うん、そしてツイキャスが切れている、ツイキャスすぐ復活します、うん、はい、どうぞ。ミキヒコ佐藤さん、こんにちは、はじめまして、東京から沖縄大好きアムラのミッキーと申しますって。ミッキーさん、ありがとうございます。紅白見た当然見てるでしょ、それは。はい、ということでね、うん、今日は、アクターズスクリーンにもいた、はい、少しアムラーデブリックス無理くり今あのこじつきましたけど、皆さんに来ていただいてますけど、うん、この曲をあの選んでもらった中理由とかあります？ぶっちゃけ言うとですね、はい、ないです。ないの？あのウィンターがついてたからだ。そうです、それで探しました。で絶対 K-POP がいいと思って、うん、冬の曲でなんかいい K-POP でいい曲っても探したらシャイニーさんが出てきたんですね。なるほど、だってこれ難しい、私も全然ピンとこなくてさ、冬の厳しい寒さに合ってないもん本当に。何があの体が最近暑い、暑いかな、そういう状況じゃないから余計浮かばないってことね。全然浮かばなかった。大丈夫、このあのテーマに基づいてこうイメージして絞り出すことで新しい発見があるんですよ。そう、あったあった確かにあったよ。シャイニーで、シャイニーで、はい、見つけました、はい、あの、はい、展示ってスーパージュニアさん教えていただいたんでね、うん、これ後でぜひ聞いてほしいです。聞いてみて、はい、はい、ということでね、 K-POP おすすめということでございます。はい、はいはい、続けてメッセージリクエストありましたら、はいはいはい、どんどん行きましょう。はい、じゃあ、ね、ちょっと待ってね。はい、待ちますよ。はいはい、じゃあね、あの最近近頃よく会うことができる方からのメッセージご紹介します、はいはい、試合のある隣人良健です。ペチペチペチ、今日も来てくれてる。そう、今日も来てくれてますよ。すごい、ありがとうございます。はい、テーマ冬の厳しい寒さに合う曲、オアシスのショックオブザライトニング。お、なんでこの曲よって、うん、なんでこの曲よって皆さん思いでしょ。そうだね、なんでこの曲かというと、先週オケ通りの一箱古本市でにぎやかしにエレキウクレレ弾いてたんですが、あまりに寒かったので、あの日寒かったな、主催者さんが暖かくなる曲お願いって言われたので、うん、激しいのやろうかとオアシスのショックオブザライトニングを弾いたんですが、うんうんうん、この曲右手でジャカジャカ弾きしてたらあまりの寒さに右手がかじかんで固まってしまいましたが、小笑い。 あの日寒かったよね。寒かった、うん、の日ね。続きますよ、うん、おまけに左手はずっと正派の押さえ方なんで、うんうんうん、右手親指の付け根がピキーンって固まっていてててててってなりました。なるほどね。ターゲさんはさまよくがいで弾いて手が固まったことはありますか？ちなみにその後いたずらで北の国からを弾いたら寒くなるからやめてって大変でしたが、そしてこの曲はタモリクラブの空耳アワーではサビのエンドオールイングッズタイムがゾーリイカクサイゾーリイカクサイ、いやいやいやって聞こえるって言ってましたよって。なるほど、何ちゅうものを昼間に送ってくるんですか。ゾーリイカクサイって言われるのあの今、はい、あのメッセージの中でね、はい、制覇っていう言葉が出てきたんですけど、はいはいはい、制覇が分かんないですよね。はい、制覇っていうのはね、うん、あのギターとかね、うん、あのまあ、ウクレレも同じなんですけど、うん、フレット人差し指でベタッと押さえるのを制覇っていうんですね。で、だいたいギターだと F のコードでの時にこの人差し指をベタッと全部1弦から6弦まで全部ベタッと押さえて、でそれ以外のところもこう押さえるっていうね、うん、F っていうコードが出てきて、これが結構大変なんですよ。うん、最初はね、うん、で F で挫折する人とか多いんですけれども、私はい、その、まあ、要はその、ポジションね少し高めで人差し指でベタッとこう押さえるのが多いと、うん、人差し指でこう押さえるときに裏側で親指を押さえるじゃないですか、うん、ネックの裏側で、そのウクレレだとウクレレのネックの裏側でね、うん、でこの親指が痛くなるんですよ。裏側で支えてるから、ギュッとこの人差し指を全体をベタってぐるぐっと、こんなしてたら指がつりそうよ。つると思います、うん、だから親指が痛くなったって言ってたんで、うん、あー、なるほど。そう、分かんないでしょ、うん、聞かない人は。で、たけさんそういう経験ありますか？もちろんありますよ、分かるぐらいだから、それ聞いたら、はい、でミッキーさんがツイキャスで洋楽は分からないって、でも空耳アワーで受けてくれてる洋楽じゃなくて大丈夫ですからね、はい、ということでね、はい、じゃあその曲かけてみましょうね。確かにあの激しい曲ですよ、うん、オアシス The Shock of Lightning 聴いてください。はい、ゾーリー拡散。さあとりあえずサビまで聞こうね。ゾーリー拡散で聞こえるかどうか。そうそうそう
ということでね、今オンエアの方はですね、うん、りょうけんさんからのリクエストで、うん、オアシスのダッシュショックオブザライトニングという曲をね、うん、これ激しいよ、かけております、ね、この曲をエレキウクレレで弾いてたんだね、うん、かっこいいね、相変わらず面白いことをする、本当にね、本当に、うん、かっこいいですね。で、一つ、制覇をねしてね、うん、親指の付け根が痛くなって、ピキンってなったって、あとやっぱ右手も確かに感覚なくなるんですよ。で、なんだろう、特に僕なんかはガットギターっていう、うん、このナイロン弦のクラシックギターを弾くときは指で弾くんですよね、ピックじゃなくてね。で、指で弾いてると、このね、親指とかがなんかもう感覚がよく分かんなくなるんですよね。なんか親指が何倍にも大きくなったみたいな感じになって、いやー怖い、なんか弾いてんのか弾いてないのか分かんなくなるんですよ。麻痺してるってことです？そうです、そうそうそう、かじかんで。へー、だからなんかこう指をいい角度でいい具合に当てたいんだけど、うんうん、なんか感覚がないからどれぐらい当たってるかはよく分かんない。正座してしびれた足みたいになってんだ。そう、それでね、なんか怖い、ね、そう、それで引きすぎちゃったりするんだよね。で、だから弦に対して深く指を入れすぎちゃったりとかして、うん、で、引っかかったりとかリズムがおかしくなったりとか、はい、したりとかね、まあ、あとはこの細かい人差し指とか中指とか使ってこうチャラチャラチャラって弾くようなやつとかはもう全然分かんないですね、感覚が。寒いとね。なるほど。なので、僕昔ストリートとかでもやってた時とか、うん、冬は大変でしたね。大変そう、はい、ゾーリーか臭かったか分からなかったね。ごめんなさい、後でチェックしておきたいと思います。いはい、では戻ります。はい、お届けしておりますのはりょうけんさんのリクエストで、オアシスでショックオブザライトニング。はい、これは激しいですよ。うん、これをねウクレレで弾いてたということで ね、面白いね、本当にね、はい、またねりょうけんさんの出没情報をね、多分なんかまた告知とかしてくれると思うので ね、うんうん、皆さんにも教えますのでね、りょうけんさん面白いことやってると思うので見に行ってくださいね。28日のランプさんは、まあ、りょうけんさんもちらっと出られるんじゃないですか。あ、そうだね、演奏するみたいなことも言ってたのでね、うん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 、そちらもね、はい、ということでね、はい、はい、他にもメッセージ来てます？来てますよ。はい、じゃあ先に紹介しましょうね。はい、行きます。こんにちは、普天間のタワリンです。タワリンさん、いつもありがとうございます。今日は第3木曜日で、自分は普天間でモアイがあります、なのでリラキチナイトには一度も行ったことなかったのですが、今月は20日土曜日ということで、そうなんです、なんとなくプレッシャーを感じています。なんだよ。なんかここで行かないといけないんじゃないか、でもちょっとスケジュールがっていうことなんじゃないか、そのプレッシャーなんじゃないか。そうか、ということで、ということで、はい、寒い冬に聞きたい曲は、映画アナと雪の女王からレッドイットゴーありのままでをリクエストお願いします。さっきルービーさんもちょっと言ってたもんね。そうそう、うん、最後の少しも寒くないはあの決め台詞が聞きたいだけにいろんな方がカバーしていますが、週子さんチョイスで構いません。娘さんのでもいいですよ、かっこ笑い。少しも寒くないわまでかけるないといけないっていうのはちょっと最後までいかないといけないっていうことになっちゃうんですけど、それは土曜日のリラキチナイトで言うよ私が。来てくれれば、来てくれればね、行ってほしい。じゃあ行ってみましょう。はい、はいはい、では普天間のターリンさんからのリクエストで、アナと雪の女王レッドイットゴーありのままで。やっぱこのイントロから一応聞かないと ね、 そうね。はい、ということで、例えばオンエアの方は、普天間のタワリンさんからのリクエストで、レッドイットゴーありのままで松たか子バージョンで、よかったんだよね、誰のバージョンでもいいですって言ってたね。でも少しも寒くないわって言わないといけないから、日本語バージョンだから松たか子だね、やっぱりね、風が心にささやくの。あ、じゃあ分かった、このままじゃダメなんだ。戻る前に無理やり少しも寒くないわって言って。この曲はもう何回も歌ったよね。そうだね、ライブでライブでですか、歌ってほしい。ライブでというか聞きたい聞きたい。ホテルとかね、そうそうそう、観光のいろんな人がいる場所でよく、でね、ちっちゃな女の子がね一緒に歌ってくれるの。そう、可愛いですね、すごい可愛いの。もうそれが見たくてやってた。すごい全年齢対応のすごい曲だったよね。ミキさん、那覇の松たか子さん熱唱中でありがとうございます。歌ってやりましたよ。那覇の松たか子さんじゃないよ。
ありがとうございます。あ、ちょっと寒くないわまで行った。ここで行けた、じゃあ戻ります。お届けしておりますのは普天間のターリンさんからのリクエストでレッドイットゴーありのままで松たか子さんバージョン、はい、少しも寒くないわ、はい、ありがとうございますということで、はい、ターリンさん喜んでもらえたでしょうかということでね、今日はね、はい、ミーネさんのねリクエストも含めて結構ね、うん、メッセージも来てたので、はい、ぽちぽちねセコンドチョイスの時間になっちゃうんですけど、うん、はいはいはい、どうします、せっかくだからシュウコがね選んだ曲は1曲ぐらいはかけようよと思うので、うん、無理くりかけたいと思います。あ、じゃあシュウコチョイスで1曲お願いします。はい、はい、ザ・ビートルズでエレナ・ビグビー、ビグ、リグビー言えてない、じゃあエレナ・リグビーね、はい、かけましょうね、はいはい、ではシュウコがセレクトしたリクエスト曲です。ビートルズエレナ・リグビー。引っ越し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 、はい、ただいまオンエアの方はビートルズのエレナ・リグビーをかけております。これはビートルズのリボルバーというアルバムに入ってるんですね、うん、まあ、ポール・マッカートニーなんていう感じの曲ですけど、そうですね、うん、ボーカルちっちゃいな、あ、分かった、右からしか聞こえないのか、右、うん、右に寄ってる、言ってんだな、うん、びっくりした、片耳で聞いてるとそういうことありますよ。そうだね、あ、戻ってきた。ビートルズもね、結構ね、うん、冬っぽい曲ね、何曲かありますけど ね、ノルウェーの森とかね。これ、冬っぽくない？もうね。もうこのストリングス系はね、冬っぽいっすよ。そうなんですよ、うん、なるほど。ちょっと戻って、うんうん、軽くこの曲に関して。はいはい、話しましょうね。はい。うん、お届けしておりますのはシューコチョイスでザ・ビートルズでエレノア・ビギン・リグビー。これ、はい、エレナーなの？エレノアじゃないの？エレナー・リグビーっていうね、エレナー・リグビーってカタカナ的には、うん、カタカナ表記はされてるよね、うん、エレノアなんだろうと思ってたんですけど、そうだね、うん、これやっぱりさっきタケも裏側のトークでね言ってたけど、うんうん、このストリングスがすごくね、吹雪をこのヒコヒコがね、ヒコヒコ節がねっていうかね、ぶっちゃけ本当に冬の厳しい寒さっていうのにもうここ7年ぐらい会ってないんですよ私、うんうんうん、沖縄に住ませてもらってるんで、そうで、ね、そう、で、ね、寒い日あるよ沖縄も、本当ミッキーさんが寒いって言ってるけど、うん、寒いでしょこの曲ね、うん、いや寒い日もあるんですよ、はい、ありますよ、この間もあられも降りましたけど、はい、でもやっぱりね東京に比べたら全然、うん、確かに、まあ、寒いではあるけど、うん、その大雪が降ったりとかするわけじゃないじゃないですか、うん、でもねそうは言っても、うん、沖縄でも寒い日は私外出たくなくなるんですよ、うんうんうん、で今日はもう外出たくないからうちにあるものでお鍋にしようねとかっていう、そういう感じなんですよね、うん、だからお家の中でゆっくりいてこの曲のバッキングはどういう風になってるんだろうって解明するときに聴きたい音楽みたいな感じで研究材料としてのエリナー・リグビー、冬、うん、寒くて家にこもってる時に、うん、ちょうどこの曲を緊急したいみたいな、そう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 、そういうことだったようですけれどもね、うんうん、そう、うん、ベースどうやって弾いてんだとか、なるほどね、そう、この弦楽器は何拍目から入ってくんだとかそういうのですね、うん、ということでね、今日はねテーマね、冬の厳しい寒さに合う音楽ということでね、はい、やっておりますけどもね、うん、なかなか沖縄は厳しい寒さが少ないので、はい、ピンとこないというような結論になりつつありますけれども、はい、一旦 CM さんでセグンドチョイスのコーナー行きたいと思います、はいはい、これがステーキだ、食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン、ステーキ 200g がなんと1,000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題、那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かいステーキハウスエルシャダイ、電話番号 098-894-8282。
リラキチのズバンレディオ、セグンドチョイス。はい、本日のセグンドチョイスはですね、サイモン&ガーファンクルの、1968年のアルバムブックエンズというね、アルバムを紹介したいと思います。はい、はい、ね、冬のね厳しい寒さに合うやつってね、うん、アーティスト的にいくつか思い浮かべたんですけど、うん、僕はサイモン&ガーファンクルが合うなと思ったので。なるほど、冬だね。はい、今バックにはですね、このサイモン&ガーファンクルの、1968年ブックエンズっていうねアルバムの中から3曲目のアメリカっていう曲をねかけてるんですけど、うん、ちょうどこの頃ですね、サイモン&ガーファンクルは映画卒業が大ヒットして、はい、で、サイモン&ガーファンクルがねそのサントラに参加したり、その、主題歌がねサウンドオブサイレンスっていうねあの名曲だったりとかしてですね、知ってる。それで、彼の人気も絶頂に達してた頃だったんですね。でその直後の1968年4月に発売されたアルバムで、アメリカでもイギリスでもナンバーワンを獲得し大ヒットしたんですね、このアルバムがですね、うん、なんですけど、うん、その後1970年 リリースのこのサイモン&ガーファンクルとしてはラストのアルバム明日にかける橋っていうねアルバムがあるんですけど、それがラストなの。はい、これがあまりにも有名になりすぎて、うん、なんかこのアルバムちょっとその陰に隠れてしまった感のある一枚なんですけど、うん、がしかしですね、僕はこのアルバムが一番サイモン&ガーファンクルの中で最高傑作だと思うので、うん、これを選びました。はい、で今、3曲目のアメリカという曲をかけてるんですけど、うん、今日ちょっと時間が少なくなったので、うん、もう早速ですね、別の曲をかけたいと思います。これも、アルバムの A 面ですね、前半に入ってる曲なんですけど、うん、オールドフレンズっていう曲をね聴いてほしいと思います。はい、サイモン&ガーファンクルの、オールドフレンズ聴いてください。はい、ただいまオンエアの方はサイモン&ガーファンクルオールドフレンズという曲をかけております。はい、冬っぽくない？いやサイモン&ガーファンクルは冬っぽいね。うん、これすごい冬っぽいんだよ。生かさない2人組なのにね。でもこのハーモニー この美しさとか、うん、とあとこのアコースティックギターのこのチャランとしたこの鉄弦の音、うん、これがねすごいね、なんか物悲しくてピンとした冬の寒さを感じるんですよね。そう、楽曲は素晴らしいですけど、お笑い番組とかでいじられてましたよね。そうなの？当時。そうなんだ。そうなんだ。で、2人は、まあ、ニューヨークの出身なので、うん、やっぱニューヨークって寒いじゃないですか。あ、だからやっぱそういうなんか感じなのかなと思ったりして、うん、戻ります。はい、ただいまオンエアの方はですね、サイモン&ガーファンクルのオールドフレンズをかけております。はい、でこのですね、今ですね、1968年のブックエンズというアルバムを紹介してるんですけど、はい、うんうん、当時ねレコードで、ね、もちろん出たわけですけど、はい、まあ、LP の A 面が1曲目から7曲目なんですけど、その1曲目から7曲目までは1つのコンセプトにまとめられた作品だったんですよね。うん、でアメリカに生きる人々の一生を描き、アメリカの現実をテーマにした組曲となっていて、それをブックエンズテーマ、ブックエンドのテーマっていう曲で挟み込んでるような形になってて、すごいあのいい流れでもう通して聴けるので、とっても素敵ですよ。綺麗綺麗。ということで、時間が本当にないので、うん、次で最後の1曲にしたいと思います。はいはい、このアルバム本当にね最後、うん、A 面はそういうコンセプトになってて、うん、もうずっとつながってて、うん、で B 面はなんかシングル、それまでにちょっと出してたシングル曲とかの、うんうん、を集めたような感じになってるんだけど、うん、でも全体的にサウンドも統一されてて、うん、最後まで本当に寄せ集め感なく、うん、しっかり聴けるので、アルバム単位で聴くのならこのアルバムが一番僕はおすすめなので、ぜひということで、はい、で、そのアルバムのですね B 面のね、はい、最後の方に入ってる曲なんですけど、はい、冬の定番曲とも言えるかなと思います。聴いてください。サイモン&ガーファンクルで、はい、A Hazy Shade of Winter、 冬の散歩道。懐かしい。知ってる知ってる知ってる、ね、知ってる。この曲いくない？ドラマの主題歌でした。そうそうそう、ですよね、うん、ですよね、そうそうそう、この曲いいよね、冬っぽいし、バングルスだと思ってた。懐かしい。冬の散歩道っていう方でがついてる。懐かしい懐かしい、うん、
これはサイモン&ガーファンクルの曲なんですよ。いいでしょ。いい。ここが好き。下がってくるベースが、うん、かっこいいんだよねアレンジ、うん、曲がいい、はい、ただいまオンエアの方はサイモン&ガーファンクルのアヘジオブヘイジシェードオブウィンター、冬の散歩道をね、かけてですね、今日はですね1968年のこの曲が入ってるアルバムブックエンズというねアルバムを紹介したんですけど、うん、ちょっと駆け足になっちゃったんですけど、うん、サイモン&ガーファンクルのキャリアの中で僕は一番あの素晴らしいアルバムだと思っているので、うん、ぜひこのブックエンズというアルバムをね、皆さんよかったら聞いてみてほしいと思います。聞いてみたい。はい、以上、はい、セグンドチョイスのコーナーでございました。はい、You are listening to 78.0 FM Naha. Stay tuned. Relax in kitchens, The Bound Radio.インフォメーションコーナー。さて本日のゲストにいらしていただいてます、山本美奈さん主催の、ハピネスボリューム1のインフォメーションしていきたいと思いますよ。はい、はいはい、お願いします。2月、はい、2月の2日金曜日、はい、ハピネスボリューム1ということで、おもろ町のナチュラルバーハピネスジュジュ主催のバラエティに富んだアーティストによるチャンプルーライブイベント、ハピネスボリューム1、はい、それぞれ違うタイプの5組のアーティストによるライブで楽しいイベントになること間違いなし。二次会は主催のナチュラルバーハピネスジュジュで行われることになっていて、ライブを楽しんだ後はしっかりと交流できるイベントになっております。2018年2月2日金曜日、オープン19時、スタート19時半から、出演は三河健一郎さん、ヒューマンビートボックス、 TK、 イエローソウル、ピファム、そしてリラキチ、そしてアンドモアとなっております。はい、場所の方がトップノートですね。はい、そしてこちらチケットが、前売りが大人2500円、はい、小学生、中学生、高校生が1500円、はい、当日は500円アップとなります。はい、そしてトップノートさんの方ではワンドリンクオーダーお願いしております。トップノートは那覇市久米 2-8-10、こちら地下1階、パーム久米ビルの地下1階となっております。はい、そして今月ですけれども、うん、今週の土曜日1月20日土曜日、リラキチナイトボリューム21、はい、2018年新週一発目特別企画、そうですね、土曜日ですよ。はい、今度のリラキチナイトはなんと週末の土曜日に開催です。2月からはいつも通りの第3木曜日になりますので、いつも平日で足を運ぶのが難しかった方も今回チャンスですよ。2018年最初のリラキチナイト、ぜひたくさんの皆様と一緒に盛り上がれたらと思っております。1月20日木曜日じゃないよこれ、1月20日土曜日、オープン19時スタート20時半、チャージ1500円、別途オーダーお願いしております。トップノートさんは先ほども申し上げましたが、那覇市久米 2-8-10、 パーム久米ビル地下1階となっております。はい、ということでね、うん、今日はですね、はい、冬の厳しい寒さに合う音楽ということでね、はい、お届けしてきたんですけど、うん、最後に一曲ね、はい、僕がどうしても好きな曲かけていいですか。うーん、いいよ冬といい冬はもうこれっていう曲が僕実はあってですね、うん、クリスマスソングなんですけど、これ実は、うん、ザ・ポーグスの、うん、フェアリーテイルオブニューヨークという曲をちょっと触りだけでも聴いてください。はいはいはい、リラキチのズバン、リラクセンケチェンズズバンラディオ、こんにちは。1月18日木曜日午後1時を回りました。ここからはリラクシンキッチンが、ここ FM 那覇スタジオから生放送でお届けする音楽番組、その名も
リラキチのズバーンレディオ。リラキチことリラクシンキッチンのボーカルピョートル修子です。何修子、リラキチのギタリストタケセグンドでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はですね1月18日ということで、はい、新年2回目のね、うん、放送なんですけどね、うん、2018年のね1月18日、うん、別に何もないですね。ちょっと数字が似てるだけですね。今日はね熊野プーさんの作者のお誕生日だって、はい、熊野プーさんの作者っていう感じですね。へーぐらい名前はいいよ。もうピョートルさんなんでしょ。ちょピョートルさんは違う人。あ違う人、うん、ピョートルさんはチャイコフスキー、はい、最近ピョートルって言ってるんですよ、この人家でね。さあ、うん、よくわかんないですけどね、娘に向かって、はい、ちょっとそこのピョートルとかって呼びかけてますけどね、はい、ちょっとね今日はねゲストも来てくださってるので、はい、巻き巻きっていきたいと思いますけれども、はい、早速ね番組の説明していきましょうね、はいはい、沖縄で最もお酒が飲みたくなる音楽を奏でる夫婦ユニット、私たちリラキチことリラクシンキッチンの2人が、はい、なぜかお昼過ぎの時間帯にお届けする音楽番組。毎週テーマに沿ったメッセージリクエストにお答えしながら、ジャンルにとらわれない自由なスタイルで楽しく音楽を紹介していく番組です、うん、本日のテーマは冬の厳しい寒さに合う音楽、うん、この時期だけの特別なあなたにとっての一曲を教えてください。今日はクリスマスソングじゃないよ、うん、あの冬の厳しい寒さね寒さに合う音楽について掘り下げていきたいと思います、はい、今日はゲストがいらしてますので、前半はゲストさんの紹介